はい、皆さんどうもおはようございます。こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました、Kの大冒険です。というわけでね、タイトルにある通り、こちらのね、ベイランチャーを使って、ランチャーでいいんだよね。シューターランチャーまあ、どちらでもいいよね。こちらを使って、今回、まあ、いろんな実験をしていこうかなと思います。まあ、タイトルにある通りなんで、じゃあ一回、まあ、ドライガーをつけてみましょうか。こちらのね、バイトドライバーを使用している、この、てかね、これね、なんか覚醒するんだよね。なんか知らないんだけど。まあ、そりゃそうだよね。ゴムでできてるから、ゴムでいいのかな。なので、打ってると、なんかもう分かるんすけど、暴れるんだよね。じゃあ、早速、つけていきたいと思います。つけても、落ちない。で、カチッと言います、ちゃんと。で、ついて、はい、左回転ベイの誕生。じゃあ、デスサイザー。おー、これはつかないんか。なんか、できるやつとできないやつがあるんですよ。ドライガーは完全にできて。じゃあ、ラグナルク。でいいのかな、これ。こいつは。これはダメか。でも、さっきできたんだよね。できたかな。いや、でもやっぱ、ドライガーだな。ドライガーが一番できるの。ドライガーは普通にはまるんだよ。なんか、グッと押し込まずに、カツッといけるんだよね。もう簡単に。で、回せちゃうと。いつものこれ使っていきたいと思います。バルドゥールできんのかな。あー、できませんね。なんかできるやつできないやつがあるんだよね。ユニコーンできない。バルキリーできない。できない。ドライガーだけ、まさか。エクスカリバーできない。ちょっといろいろ試そうか。ワイルドワイバーンできない。でもドライガーは、あれ、どうした。あ、できた。今カチッて言ったの分かるかな。ほら、打てるんだよ。打てるんだよね。ケルベース、ちょっと微妙。一回やってみるか。ギリ回るって感じですね。じゃあこいつでもね、あんまりね、無理やり入れたりするとこっちの形が変わって、他の通貨ね、つけられなくなっちゃうんで、ちょっといろいろ出してこうか。どこ行っちゃったか。オーディン、あ、オーディンつけられるっぽいよ。あ、入った、入りました。落ちない。回してみよう。多分今の失敗かな。もう一回。おー、来た。おいしょ。ほら、じゃあ左回転ドライガー。おー、ちゃんと戦うね。素晴らしいじゃん。しかもオーディン強え。へえ。ちょっといろいろ試しそう。でもやっぱり一番つけやすいのはドライガーなんだよね。ほら、簡単で、ドライガーが一番回る。ドライガーってすごいね。じゃあ普通のワイバン入らない。カオス入らないですね。ホルス、あれ、おお、後出しでごめんね、ドライガーさん。ちょっと今から回してみようか。ほら、これで打てるんだよ。おお、やっぱ後出しだから強いな。ドライガー勝つよな。おお、ノーロック。左回転同士だからあれかな、ロックが外れないんだろうね、多分ね。これ多分ね、打ってるうちにこのバイトドライバーが、あの青い部分のやつが削れて、多分これ真っ平らになったら立ち上がりますね。多分どの軸先よりも暴れるんじゃないかな、これだと。見てわかるけど、もう
プラスチック、あ、違う、ゴムの部分がもうほぼ出てないんですよ。だから、覚醒バリアブル的な、バリアブルだっけ、あ、違う、まあ、的な感じになるんじゃないかな。覚醒するんじゃないかなっていう感じです。はい。じゃあ、早速、あ、まだ試してない。イエーガーユグドラシル。お。あ、行くね。行くね。あー、ダメか。ダメですね。やべえぞ、やべえぞ。壊れるぞ、これ。やべえぞ。よし、危ない。ドライガー以外ではやらない方がいい。うん、ドライガー以外だと、やらない方がいい。アマテリオス。入らないね。取れなくなっちゃうので、みんな真似しないように。ただ、真似していいのは、ドライガーだけですね。クリアだけかって思うかもしれませんが、普通のドライガーもいけたりします。ほら形が同じなんで、いきます。左回転同士の戦い、ドライガー、これで打つので、回転力は自作で作ったりする、まあ作ってはあるんだよね。どうやんだっけな、作ったんだよ。あれ、こうか、打てるかな。あ、一回ロック外さなきゃいけないんだっけ。なんか噂でさ出てるんだけど、まあ俺はねそんなことせずとも、まあ打てるんだけどさ、ドライガーは。こうかな。まあ打てるけど、まあぶっちゃけこれでいいよね。入るもん。落ちないし。と、まあこんな感じですね。はい。この、ロストロンギヌスについてくる、この左回転のシューター、ドライガーに使えます。完全に使えます。じゃあ新品の。ね、これは、ここがちょっと削れて入りやすくなっちゃってるんじゃないかっていう方もいると思いますので、じゃあ未開封のこっちはもう開けてあるんだけどね、新品ほぼ同様なんだけど、これも 2,3 回しか使ってないかな。普通に打てます。で、証拠として、じゃあ今ちょっと開封しようかな。これちょっともったいないんだよな。今やってた2個が壊れてからこっち使おうと思ってたんですけど、まあちょっと証明のために買った直後に打てるっていうことで、じゃあ開けました。新品です。新品の左回転シューター入ります。落ちません。そしてこんな感じ。はい、新品同様で、てか新品です。新品で打てます。はい、別にここがなんか削れたりちょっと開いたりしてるから打てるとかそういうんじゃなくて、普通にどの左回転ランチャーでも、あー、ちょっと今失敗した。まあ打てるんですよ。多分自作で作ったりするこういうなんか違法改造のものよりもしっかりちゃんと回ってくれます。なのでね、じゃあ左回転同士で戦ってみようか。多分動画初だよね。動画2、あ、バルキリー試してない。入らないね。なんか他にも試せるものといったら、デスサイザー入らない。スプリガン入らない。ん、ラグナルク、スプリガン、あ、スプリガンか。他はないかな。まあこの動画見てからみんなもね、お家で試したりしてくれると、他にもね使えるベイが出てきたりするんじゃないかなと思いますが、取れなくなっても知らないよ。うん、だからグッと押し込まないこと。あ、ミノ入る。あ、でもこれ微妙、これ取れなくなるパターンなので、ミノはやめてください。絶対取れなくなる。なあ、ロストロンギヌスとドライガー戦わせていきたいと思います。ちょっと早速やるか。他になんかあ、ゼウス、ゼウスも左回転可能で、ロストロンギヌス、おお、乱入します。選手変わってロストロンギヌス VS
2対1。これ面白いね、2対1ね。2対1いいね。おお強っ。ノーロックだしよ。かっこいいな、ドライガー。へえ。ロストロンギヌスを、このタックだね、こっちはノーロック。お、どっちもノーロック。まあ、左回転用に作られてないので、なんだろう、こっちに外れないんだろうね、ロックが。逆に、ロックが起動するので、下手するとロックの山とかそういう部分がリアルバーストするかもしれませんね。なんか下手するとね。左回転用に作られたものじゃないので。だからもし、この動画を見て自分がやりたいなって思ったら、それは全部自己責任でお願いします。はい、僕は責任とか取れないんでね。まあとりあえずロストロンギヌスを破壊できちゃうと。ちょっともう一回やってみっか。このカスタムはまあこんな感じなので、ちょっと他ので試そう。他のロンギヌスさん、あとこいつもね、ちょっと今後つか今回使ってみるか。左回転同士の戦い、うわすごくない？なんかすごくないこれ。めっちゃレアだよ。もう下もレアだしね。あ、しかもここアマテリ使ってます。アマテリをそのだからバルドゥール下はバルドゥールとなんかアマテリ混じりながらのみたいな。なんか俺意外といいレイ持ってんだな。あと一回こいつも試してみっか。こいつ左回転できるか。あ、できないね。入らない。グッとやらないでくださいね皆さん。グッとやると取れなくなっちゃうので、ケツ入らないね。じゃあ俺がいつも使っている、つかホコリすごいな。なんか軸先がさあ、なんか黒いホコリまみれになるんだよね。なんかステージについてるホコリなのかな。うん、なのでまあ一回、じゃあロストロンギヌス VS、 じゃあ普通のドライガーでクリアでもいいんだけどね。あのリアルバーストされても困るから。うん、あ、ちなみにあのありますんで大丈夫大丈夫。なんだっけ、動画内でこいつぶっ壊れてますけど、あの復活しましたんで安心してください。あの別に戦わせて、あ、こいつってつくのかな、試したか。シューターシューター愛用シューター。もうこの動画でいろいろやっちゃいますねネタで。リアルバーストはもうしないので、まあ普通にこうやって戦って、あの大丈夫です。というわけで、まあとりあえずね、さ、なんか速攻でなんかリアルバスでね、負けましたが、こいつに対してねドライガーは勝てるのか、左回転同士でやっていきたいと思います。じゃあ左回転で、じゃあ本気シュートしたいのでこれはこっちでつけます。待ってね、ついたね、大丈夫だね、ついた。はい、でロンギヌスセット完了、いきます。じゃあドライガー複数でいくか。ドライガー2匹、2匹 VS2 対1でいきます。じゃあ最初先行ドライガーで3、2、1、ゴーシュゴーシュ、うわうわ、はい、もういいでしょう、選手交代。ああ、あれ意外と今スピンフィニッシュでいけた。ちょっともう一回やってみっか。じゃあロス、おお、ワンロックでドライガー先輩はノーロック、素晴らしいですね。ノーロックです。あ、ちなみにちゃんとヘビーでいいんだよね。そう、グラビティじゃない、ヘビーだよね、ヘビーのはず。あの間違ってたらまたコメントで言って。俺名前覚えるのがね、小さい頃から苦手なんですよ。あの特に人の名前なんて覚えられないからね。これってこっちつけられんのかな、意外といけちゃったりしない。まあ無理だよね。でもこっちいけるんだよ、ほら。あ、ちょっと外れた。普通に回りますもんね。じゃあ後出しで、おお、左回転ドライが強すぎじゃね。ロストロンギヌスをリアルバーストじゃないけど、ちょっとリアルバーストが頭から離れない。いやほんとトラウマなんだよあれ。
あの前回の動画で出てると思うんだけどトラウマだよ。だってバルドゥールがリアルバーストするんだから、うん、あのバルドゥールがリアルバースト、え嘘って思ってる方いると思うんですけど、本当です。よければね、あのチャンネル登録とかして、あの他の動画を見てくれたら嬉しいです。じゃあ普通に戦わせよう、しっかりね。じゃあこいつら同士でね、やります。こんなカスタマイズいきます。これは普通のシューターで、こっちは愛用の左回転シューターを使って今回やっていきたいと思います。じゃあドライガー先行で3、2、1、ゴー。またシュート力がちょっと低いかな。もう一回、ちょっとね、相手が相手なんでね、ちょっと全力シュートしたいんでね、いきます。3、2、1、ゴー。おっとおっと、ごめんな。うわ強え。もう一匹もう一匹もう一匹登場するぜ。うおうわうわ、1、2、3、スリーロックノーロック。あれこいつノーロックだったっけ、俺さっき直したっけ。じゃあ左回転いろいろやるからね、俺いろいろやるから、この動画でもうなんかパクられそうなんでじゃあこいつで、こいつでドライガー、ドライガーだけ左回転できます。他のベイではやらないでください。あとゼウスできたかな。じゃあゼウスできるよね。ゼウス、ドライガー、ドラグーン、全員左回転。なんでお前左回転代表のお前がリアルバ、あリアルじゃねえ、バーストしてんだよ。あリアルバーストがなんか頭から離れない、なんかね、ほんとやんだから、こいつがね、こいつがリアルバーストしたとき、もう夢にも出てきたもん、ほんとに。ノーロック。ノーロック。今どうなった一瞬過ぎてよ、左回転できるのが、この2機だけ？他いたっけ？他には。多分いないかな、この2機だけかな。あれ、あフォルスできたっけ、ちょっといろいろ試す。フォルスもできます。ただフォルスは今ちょっとセットして分かったんですけど、グッと全部入れちゃうと多分取れなくなっちゃうので、フォルスは軽めにつけてください。はい、ちゃんとみんな自己責任でやってください。取れなくなっても俺知らないからね。ただドライガーとゼウスだけはしっかりできます。ちょっともう一回やろうか、グッとやるじゃん。おグッとやったらダメなパターン。あっと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 、なるほどね、ごめんね、こういうことになって取れなかったね。 I'm sorry。 いきます。ちょ離れないで頑張って、ゼウスくっついて左回転ベイ、ダメだ。でもやっぱり一番いいのドライガーだ、ドライガーだけだ。うん、この回転力だ、左回転でこんなに、なんだお前、離れない、よし、もう、いやーいいね。じゃあもうごめんね、遅くなって、ドライガーだけが左回転できます。あだけじゃないな、多分ね、初代ベイだったら多分何でもできちゃうと思う。あのこういう平らな感じわかるかな。他のベイってさ、こういうのボコボコしてるじゃない。でもさドライガーとかって多分ここサラッサラで、同じこことここの面が平、なんか平らだと、これが食い込むんですよ、しっかりと。なので初代ベイだったらできます。今俺の家にカズキと、レッドデビルさんが来ていないので、このね 2匹しかいないんですけど、まああいつらが来たら、ドラシエル、ドランザで、左回転で戦ってみたいかなと思いますので、今後の動画に期待しててください。はいよいしょ。でちょっとね、ちょっとこの頃ね、言わない方がいいのかな、言わないとこっかな。まあとりあえず似たような動画出すなら声欲しいかな、
一声欲しいかな。うん、わかるよね。わかるよね。本人見てたらわかるよね。まあそんなこんなで、じゃあこの2匹 VS メインのこれ、さあどっちが勝つかと、いきまーす。じゃあ先行ドラ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 ってなんだよ。これつけて、でつけて、でもう一個もう一個でつけると。じゃあいきます。3、2、1、ゴー。はい、これはもう余裕すぎるか。やっぱ2対1だと余裕だな。2ロックに対してノーロックで、さっきのはおお1ロック。へえ、いやでもすごい戦いですね。ちょっともう一回やってみようか。いや面白いね。2対1。あれなんで君戻んないの、どうした、大丈夫か。あ、シューターが壊れるかもしれないんでね、あのみんなは真似しない方がいいかもしれない。左回転ドライがね。でも普通に回るんだよね。でシューターも紐普通に戻るんで、なんかガリガリとも言いませんし、ガリガリって言わないのはなんか ここのぼっこりしたところにしっかりくっついてないで、ただ形がよくはまってるだけなので、ガリガリってなることも多分今んとこないっす。今んとこ普通にスンとシュートできますんで、まあ今後多分ガリッとなると思うんですけれども、まあ今のところ起きてません。ガリガリっていうあのよくあるシュートは今のところ起きてません。はい、よいしょ。でもう一度、じゃあ3回勝った方が、今のところドライガー2匹の方が勝ってるんで。もうぶっ込むか。あーたたた、これ普通に時給勝ちするんじゃない。あー厳しいか。おー、でもこちら今シュートにね、失敗しちゃったのでもう一回ですね。うんうん、いや楽しいよ。ドライガー左回転、ちょっともう一回自分でやっていい。あれよいしょ、ほら勝ちっていうの今聞いたかな。この威力、今わざと BGM を流してないんですけど、このシュート力がね変わらず出るっていう、普通にいつものシュート力をそのまま、ドライガーに伝えることができます。そして左回転、よいしょ。じゃあ左回転ゼウスでやってみるか。左回転ゼウス VS ロンギヌス、いきまーす。おーっと、こっちもねなんかねしっかりやらんと、はい、うん、やっぱドライガーだけにしとこうか。怖い。怖い。うん、ドライガーだけです。多分タイトルに出てると思うんですけど、ドライガーだけこれ使います。はい。みんな他のベイで真似しないでね。あ、あと、その、初代のやつね。ドランザーと、ドラシエルかな？うん。で、こっちって右できんの？あ、できるっぽい。嘘？マジで？あーちょっとこれ弱いな。でも回ったね、今つけられたね。あ、つくつく。ちょっともう一回いきます。3、2、1、ゴー。んちょっともう一回つくよこれ。3、2、1、ゴー。つきますね、意外といけますねこれ。へえ、あそう。なんかいろいろ発見してる気がする今動画内で。まあとりあえずドライガー VS あれこいつじゃない、このカスタムじゃない、どこ行った、あれこいつか、あ違うな。あれどこ行っちゃったの、ここだろ。あれいらっしゃらない、どこ行った。あ、いたわ、くっついてたわ。よしよしよし、じゃああー彼女の髪の毛が、
いやー、左回転できるとはね、初代がね。ドライガー顔負けだね。あ、ドライガーじゃねえ。ドラグーン顔負けですね。左回転できるのこいつだけって言ってるけど、ぶっちゃけ初代全員できちゃうっていうね。涙目だね。3、2、1、ゴー。シュート力よかった。瞬殺すぎだろ。おい、普通に強くない？普通に強くない？左回転。あ、じゃあ左回転と右回転で戦わせてみっか。そうしよう。じゃあこっちがクリアが左回転で、こっちが普通の右回転。じゃあ最初いきます。3、2、1、ゴー。おお、あんまりスピンフィニッシュならない。あ、やっぱりノーロック。ちょっともう一回やるか。ちょっとね、ぶっちゃけこっちの左回転の方ね、ちょっとシュート力がちょっと今弱かったですね。つけられるところがねあるんだよね。あった、ここや。カチッって言うからね。ドライガーはこっち。楽しい。3、2、1、ゴー。待った、なんかもうシューターがダメっぽい。普通のシューター。じゃあ2台目のシューター、チャチャブーシューター。まだ電池入れてないんでね。3、2、1、ゴー。あー、普通にできた。3、2、1、ゴー。おー、すごい、逆回転同士のドライガーの戦い。こっち無改造にしてみる？バイトドライバーじゃなくて。無改造か。俺もうパーツいろんなところに組み込んじゃって、どこに組み込んだかなっていう。まあとりあえず強い、回せる。はい、ということで一回ここで切ります。はい、まあまた今後ね、こちらの、シューターを使って、左回転ドライガーでどんどん動画出していきたいと思いますので、お楽しみにしていてください。はい、ね、みんなこれで他のベイをくっつけたらダメだよ。外れないからね。ホルスできるっぽいな。ダメだよって言ってるそばからね、そろそろ締めの挨拶入るかなって頃に、なんでホルスができちゃうかな。あれ、こっちはできない。いや、意外と。あららら、ら左回転できちゃいますね。しかも速度めっちゃ出る。いつもの速度。これね、セットする場所があるんだよね。わあ、面白。わあ、面白い。ベイブレードって面白いな。終わりまーす。ごめんね、なんかこのままずっと終わらないから終わりたいと思います。皆さんありがとうございました。今後もね、僕の動画を見てくれたら嬉しいので、他の動画も良かったら見てください。それでは次回もお楽しみにしていてください。じゃあね。